お客様ヘイラガサイ高塚智人です。長塚拓馬です。堀江潤です。誰だよ。青春プレゼンツラーメン男子25杯目始まりました。声だけだから誰か誰か分かんなくなってくるよ。いつもどんな時も食べたいものといえば美味しいラーメン、はい、そんなに美味しいラーメンを食べたいなら今から作って食べてしまおう、それがラーメン男子です、うん、今回はですね、まあ最近の社会造成を踏まえて、はい、料理を踏まえてリモートで収録して、はい、それをテレワークとして配信していきましょう、はい、そうです。今僕たちがそのコメントにリアクションすることはできませんが、僕たちにコメントでガヤを入れて、見ている人みんなで楽しんでいただければと思います。お願いします。どうしたんですか高塚さん。自宅でねパソコンに向かって一人でそんなことやってて恥ずかしくないですか。いやなんかさ、なんだろうね、やっぱさ自宅でさ、はあ、お仕事モードになるって難しいよね。わかる、それね、めっちゃわかる、うん、本当にね、だし、うん、逆に自宅にいるのになんか緊張するみたいな現象になっちゃってる。ああなるほどね。タイムになったらどうしようとかね。うん、そう。あ、そうかそうかそうか、確かに。だって今現状俺の左真左にもギャルゲーがブワーって並んでてさ、そうなんね、俺の嫁のアタゴのさアクリルパネルがここにあってさ、そんな状況下でさお仕事ですよ。幸せな子ってよかったな。まあ ね、幸せなことなんだけどね。れながら、うん、いやだからね、ちょっとね緩みすぎないように今日は頑張っていきましょうよ。うはい、はい、ということでね、今回はゲストなし、そして、うん、ラーメンなしです。ついになくなってしまったか。もう麺すらなくなった。ついにね麺すらなくなるっていうね、はい、まあなのにねラーメン男子と言ってるのはどうだろうということで、うん、番組後半ではラーメン企画がありますので、なんとまあ、こちらちょっと楽しみにしていただければなと思います、うん、はい、はいはい、まあ、そんな番組後半はですね会員限定放送となっておりまして、会費は1ヶ月税込み550円です。よろしくお願いします、うん、後半はチャンネル放送のみとなっておりますので、ご入会のほどよろしくお願いします。お願いします、お願いします。さて、ナガニャン、そしてシュン君、うん、はい、最近どうですかお家で。うん、どうなの。いやもう僕はね日々ね、うん、長塚拓馬がツイッターに上げてる、うん、なんか美味しそうな料理を見て歯ぎしりしてる毎日ですよ。あれね、ちょっと詳しく聞きたいんだよね。いや、あれ本当、何なのあれ。プロやん。作ってるだけだよ。いや、だそれができない人間だっているんです。そうですよ、やろうとしない人間だっているんですよ。やれば誰だってできるって。いや、できんぞ。できるよ。いや、できんって。レシピ通りにやればできるんだから。いやもうね、茶碗蒸しが揚げられた日には驚きましたよ、うん、あんなんくら寿司でしか食べたことないですわ。茶碗蒸しもでも簡単だよ。なんか卵液作って蒸すだけだから。え、中にゃんってもともとさ料理作る人じゃなかったでしょ。まあでもセンスがなくはなかったとは思うよ。親からはよく褒められてたよ。あ、へえ、そうなんだ。そうそうそう、料理の才能はあるよっていうのはすごい言われてた。あ、へえ。姉貴よりあるよって言われて。才能ならでも俺もねあるって言われてたんだよ昔は。本当かよ。いや本当。俺オムライスとか作ってたからね。え？オムライス？オムライスとか作ってた。本当に？スクランブルエッグいないでしょ、うん、全部。いやならんならんならん。ないよ。だってあれオムライスって卵をさあの、うん、ね形にするのめっちゃ難しいんじゃないの？簡単簡単。ね、本当ですか。写真あげてくれよ。じゃあ絶対嘘だろ。作ってあげてくれ。フライパンにあの卵を張ってやな、その上にあのチキンライス乗せて、で皿をこうフライパンにガッて覆いかぶさるように乗せて、でひっくり返す、うん、そしたらね誰でもできるのよ。絶対できないと思う、まあ、皿の縁汚れるけどな。そこはね、うん、なるほどね。まあ長年は料理をね結構ね毎日ちゃんとやってるっていうのがありますけど、しゅんくんはどうですか。いや本当に俺何も生産的なこと一切しとらん。なんかそれこそ長にゃんの写真とか、まあてか長にゃんに限らず周りの若手男性声優が最近みんなこぞって自炊してるからさ、これは俺もこの大きな波に乗っとこうと思って、あの調理器具とかを一式買ってみたのよ。あ、それこそあのホットクック、梅原さんからさおすすめされたホットクックもアマゾンで注文しまして。マジかよ。そう、届いたところで今箱から、うんうん、
開けずに2週間ぐらい経っちゃったホットクックが泣いとるよ。いやそう、開けてない箱いっぱいありそうだな、堀江の家。いや、開けてない箱はね、うん、いや、そんなにない。あのそれこそ見たかったアニメとか映画とかのブルーレイとか今注文しまくってんだけど、うん、そういう箱はすぐ開ける、うん、おいおい、ホットクック開けてさ、それをつく、それで作ってさ、ツイッター上げたらめっちゃあれじゃないの、バズるんじゃないの。バズるんですか。ええー、だってね、うん、前もなんかこうね、一回どうしようみたいなこと言ってたじゃない、うん、はい。そこからさ、うん、ついに料理作りましたっつってさ、あ、うん、開けてくれよ。ちょっとね、それはどうかと思う。俺だって俺シュンが多分作れたら自信持てるもん。ああ、でもどうなんだろうね。なんかさ、うん、なんか料理作れない人がさ、なんか堀江がさ料理作ったらさ、うん、ああ私はもうダメなんじゃって思うんじゃない。なんでなんで、堀江が仲間だと思ってたのにみたいな。なるほどね。堀江が仲間だと思ってたのにみたいな。お前は絶対作らんと思っていたのにっつってね。そうそうそう、裏切るんだ。そうなのよね。俺はそういう人たちの光でありたいんだよ。いや、光になってるよ多分。マジか、そうか、うん、そっちとか。そうそうそう。え、てことは高塚さんも料理とか一切しないんですか。ええ、一切しませんね。あ、そうなんだ。まるでしませんよ。私が作るといえばね、夜ご飯でお腹が空いた時にね、うん、スクランブルエッグとウインナーを焼くだけです。いやー、まあ正直何も言えん。俺もそりゃ。しかもあれだからね、あのフライパンから食うからね、もう皿とかにも分かり味深いんだが。いや本当に分かり味株式会社いただきました。フライパンですよ。いやそれなんだよな、もうなるべくならない洗い物出したくないんよ。いやそうだよ。あ、いや本当に俺だって揚げ句の果てに紙皿にラップ敷いて、うん、ラップの上におかずとか乗せて、でそのね使った後ラップだけ捨てて、やば、いや紙皿捨てればいいじゃん。新しいラップ用意してみたいなことやるからね。それさ食器にやるならわかるけど、なんで紙皿の上に。なんで紙皿にやるの。意味がわからない。もともと捨てられるもんなんだけど、それは使えや。ね、困ったもんですね。まあ、でもね、わかるよ、すごい気持ちはわかる。え、筋トレとかしてないの。筋トレね、あ、うん、中にはしてる。あ、中には元からやってたよね。そうだよ。でもなんかメニュー増やしたかも。おろ、うん、何割とプランクとか増やしたかもしれない。プランク、うん、マサイ、そんなん最大目のレッスンでしかやったことないんだから。あれな、あのパイレーツオブカリビアンの曲の長さだけやるんだよね。そう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 、本当に地獄のような時間ですよ。4分ぐらいね、うん、4分ぐらい。スタッフさんたちもみんなやってるからね、あれね。なんだよメニュー増やして。え、ルームランナーもさ稼働してる。ルームランナーね最近稼働してないな。あー、出ました。なんかね、ランニングがあんま体に良くない説が出てきてて、そうやめようかなって思って。まあ確かに有酸素運動はあんまりとは言うよね、なんか続けなければみたいな。そうそうそう、あんまり体に良くないみたいで。え、何やってんのじゃあ。だからまあ筋トレと、あとはまあ基礎的なダンスとか。メニュー、うん、腹筋とか背筋とか。腹筋、背筋、側筋、あとは懸垂と、まあ、腕立て、うん、あとはプランク、おう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 、スクワットか。そんなの長にゃんじゃないよ。なんでだよ。長にゃんはいつだってマシュマロなんだよ。長にゃんはさ、どんな状況でもさ、うん、庭でさ紅茶を飲んでてくれよ。本当だよ。紅茶飲んで。英国紳士のプライドどこ行ったんだよ。だよ、英国紳士は筋トレするだろ。するんか。運動するだろ。英国紳士。知らんかったっす。それは知らんかったな。マジか。うん、高塚さんは？高塚さんはね、筋トレ器具一応家にあるからさ、うん、まあ、それで風呂上がりとかはねやってはいるんだけどね。風呂上がりにやるの？風呂の前じゃなくて。あれ風呂上がりがいいんじゃなかったっけ。あ、そうなんだ。そうなんだ、風呂上がりにやるのストレッチぐらいかと思ってた。あれ風呂上がりってさ、そのなんか血流がこう何速くなってるというかさ、なんか汗かいちゃいそう。あ、まあね、ちょっと汗かくけど、うんうん、そう、俺でもね汗かきにくい 体質だからね。あ、かきかかなそう。そうそうそう、割とね大丈夫なんですよ、うん、じゃあ体は太くなりましたか。全然なりません、うん、そうかい、うん、筋肉をつけるための肉がまずないんだからさ。え、なんで、あれなんでなんで、めっちゃ沈黙が流れた。音声がなんで？ちょっと音声が途切れましたね。あれ？どっから？俺のあの言ったの聞こえた今。ちょっと高塚さん、あ、聞こえ、ちょ、
もうそろそろ行きましょうかね。はい、行きましょうか。じゃあ次、そんなラーメン男子なんですけれどもね、うん、なんと今月の5月をもちまして放送2周年らしいんですよ、うん、お、2周年。そうなんよ。まあ、うん、本来はね、周年記念番組ということでね、本当は集まってやりたかったんですけれども、うん、まあこんな状況でね、うん、リモートになりましたけれどもね、うん、はい、またやれるといいですね。全員が揃ってできるときにね、やりたいね、はい、そうだね。じゃあまずお便りを紹介していきたいと思います。募集したメールテーマ、前回の番組の感想、そして、うん、ステイホームして良かったこと、しんどいこと、そして普通のお便り、うん、普通お便りですね、はい、じゃあまず前回24杯目ですね、振り返りの生放送をやったんですけれども、はい、そちらの感想届いております。ネンネームあやかさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとう。長塚さん、堀江さん、こんばんラーメン。こんばんラーメン。リモート放送ありがとうございます。すごく嬉しくて初めてメールを送ってしまいました。前回24杯目、森本さんと鈴木さんの過去回振り返り生放送を拝見しました、うん、3人のいつもの明るい声や姿がないことに寂しさもありましたが、森本さんがとても一生懸命で、また愛らしく、とても愛らしく、また愛らしく、とても楽しませていただきました。あら、過去回はどの回も本当にお腹を抱えて笑ってしまう神回ばかりで、一つを選ぶのにとても悩みましたが、うんうん、深町さんゲストのモッツァレラゲーム会に一票入れさせていただきました。でもどの回も本当に面白すぎます。視聴後に森本さんがすごく爆笑されているのを聞いて、ラーメン男子愛を感じずにはいられませんでした。またコメントに対しての森本さんのクワガタは堀江さんだよにも愛を感じました。愛感じる。そしてラーメン作りの安定感、すごく安心して見ていられました。それと同時に来る寂しさ、いつもの3人のわちゃわちゃが脳内に自然と浮かび、涙が出そうになりました。マジかよ、あらあらあら、そんなにか。無理ですのくだりが本当に本当に恋しくてたまらないです。またいつかみんなでわちゃわちゃ楽しくラーメンを作る3人の姿が早く見たいなと改めて実感し、ラーメン男子愛を再確認できる素晴らしい放送でした。最後のアンケートも満足度 100% で、視聴者のラーメン男子愛もとても実感しました。今回はリモート放送で映像もラーメン作りもありませんが、3人のお声を聞けるだけで本当にありがたいです。いつも楽しい時間をありがとうございます。これからもずっとずっとラーメン男子大好きです、というお便りいただきました。ちょっと待って、それもさ、結婚式のスピーチじゃん。今ね、BGM 流してね、その喋るトーン結婚式モードに変えたら、もう完全にみんな泣いてたよ。本当か。すごくない？なんか俺もいろいろなんか一人で思い出しちゃったもん。泣くか。あんなことあったな。いや嘘でしょ、あんなふざけた茶碗を思い出して泣く。それがゲームを思い出して泣く。いやいやいや、茶番だからこそのさ、こうやって冷静に考えた時にあんなバカやってたなみたいなさ、感動が生まれるんじゃん。なるほどね。そうでしょ、バカしたなみたいな。ちなみにね、前回放送のね感想もらってるんですけどね、結構な人がね、深町さん回神でしたみたいなことをねみんな言ってる。ああ。やっぱ深町さん毎年出てくれるんだよね。春雨スープさん、風さん、うん、そんな、それ深町さんに報告しとこう。ね、ありがとうございます。今年もさ、流しそうめんの季節になったらさ、うん、深町さん呼びたいね。あ、確かに。また来てもらおう。絶対にラーメンを食べられない男。そうだそうだ。今のところ一回も食べてねえんだ。ね。そうだ。一年に一回来る。ここまで来たらね、ちょっと焼きそば会とかに来てもらおう。あ、焼きそばでも、焼きそば会マジでありそうだな。ね、焼きそば流す。焼きそばを流す。やば、見栄え黒。でも焼きそばめっちゃいい。なんか俺そのおのおののなんかアレンジでいろいろやるみたいな、なんかチーズ絡める焼きそばとか。確かにね。なるほどね。明太子とか。いやそうだよ、だって夏と言ったらさ、うん、ね、うん、屋台、うん、お祭り、うん、屋台お祭りと言ったら焼きそばやん。焼きそばね、これはいけますよ。はい、いけるね、これはいけます。ただ焼きそば作れるかどうかちょっと微妙だけどね。ああ、俺は無理。俺作れるよ。本当に？俺ね、焼きそば結構作ってるよ。お、じゃあホットプレート用意してもらって。そう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 、ね、そうだ、もう一個作れるもんあったわ。そうだね、はい、じゃあ次行ってみる、はい、メール。オッケー。じゃあ続いて、ステイホーム中にしてよかったことです。メンネームちかさんからです。私がステイホーム中にしてよかったことは、自分磨きを徹底することです。時間に余裕があるので、うん、普段はサボりがちなストレッチやマッサージをいつもより入念にしたり、お金を使うこともあまりないので、いつもはちょっと
いつもちょっと手が出ないお高めのスキンケア用品を買ってみたりと、自粛期間が終わって友人たちに会った時、少しでも綺麗になってびっくりさせられたらいいなという気持ちでやっていたら、自然と習慣になって続けられているので、このまま筋トレなども継続して頑張れたらいいなと思っています。皆さんのしていてよかったこともぜひ教えてください。めちゃくちゃ意識高いじゃないですか。これね、でもね、僕もね、激しく心の中で賛同の拍手しておりますよ。もうそれこそ広告とかでよく流れてくる、本当なのかよくわからん、これで毛穴がなくなりましたみたいなことをさ、なんか広告とかで流れる、怪しいやつね、そう、怪しいと思いながら片っ端からね、俺今注文してね、マジ家にもう続々届いてきてる。ちゃんと選んだ方がいいぞ、ああいうのはちゃんとそこから検証して結果どれが一番良くて、まあ、今後も継続して使えそうなのをそこから選んでいきたいと思いますのでね。すごいね、すごい、なんかね、顔に塗って30分くらい放置したら固まってベリベリって剥がして、そしたらそこにもう毛穴の汚れがめちゃくちゃ取れてるみたいなのとか、ちょっといいのあったら教えて、教えて差し上げましょう、ありがとうとかね、俺はそういうこともねやっておりますけれども。いいよね、有効活用っちゃ有効活用だね、うんうんうん、そうね、うん、していてよかったことってなんだろうね。まあ結局はだから筋トレとかになるのか。まあ筋トレ、まあ僕はピアノ弾いてんのはいいかなとは思うけど。出たそれ、もう俺ね本当に、ね、頭が痛いまして、もうなんかさ日々さあげられるさ、なんかおしゃれなさ、うん、料理だけじゃ飽き足らず、うん、まだまだ 僕のような人間の心を。でも楽器マジでいいよ、楽器はいい、ほんまこれ楽器とか興味ないの。え、いやまあなくはないけどさ、うん、センスがないんだよな。え、センス、センス、何やりたいの俺、うん、トランペット、ビオラとかね。ビオラ、ビオラ、バイオリンに行かないところが堀江っぽい。ビオラマニアックだな、ね、うん、とかビオラやるよ。なんだろう、あと、うん、なんだろう、まああとはやっぱフルートとかですかね。うわー、フルート言いたいだけだろやるつもりゼロだな。いや楽器は難しいです。まあそうね。高塚さんも、うん、私、うん、私はね、なんだろうね、なんもやってない。ギャルゲーは、うん、ギャルゲーはね進んでるよ、うん、でもねギャルゲーね、うん、言いたいのがね、ギャルゲーって、うん、ただやるだけじゃなくて、うん、自分の心がギャルゲーを求めた時にしかできないのよ。あ、でもそれはめっちゃわかる。わかるでしょ、うん、そのギャルゲーに限らずさ、ね、あ、そう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 、うん、RPG 系のこうストーリーが重要なものとかってさ、うんうん、本も多分そうだと思うんだけど、うん、今自分の心めっちゃ動くなって時じゃないと、うん、いやめっちゃわかるしさ、その心の変動ってマジですぐに終わるからさ、なんか1分前までは絶対これやるぞと思ってパッケージ手にしたのに、次の瞬間、いやでもちげえなやっぱってなって戻すことよくあるいやそう、めちゃくちゃわかる。それで言うとゲームとかさ、起動してホーム画面というかタイトル見た瞬間もうあれちょっと違うなみたいな、わかり味深いんだが、いやなんなんやろな、あれなんか脳内で一通りプレイした自分を想像するんだよね。うん、想像して満足してなんか終わっちゃう。あ、そうなんだよね。だからね、そう、別に時間があるからって言ってね、まあ、ギャルゲーはやってはいるんだけどね、そんなガンガン進めてる、何本も何本もやってるっていう感じではなくてね。なるほどね。そうなんだ。うん、ゲームやるのやめたら何やんの？ YouTube 見るとか？あー、そうね、 YouTube は結構見てるかな。YouTube も流行ってる。それこそさ、 YouTuber デビューしないんですか、ラーメン男子の皆さんは？しないな。もうみんなやってますけど。うん、まあみんなやってますけどね、今本当にするつもりはないかな。セッティング大変そうね、それ、うん、セッティング大変そう。もうそれだけ。あと何もない、俺。料理用か。でもこのさ、ラーメン男子もまあ YouTube で流れてるんでしょ。そうそうそう。そう、まあ YouTuber みたいなもんじゃない。実質ラーメンラーメン系 YouTuber？ ね、ラーメン YouTuber。ラーメン YouTuber か。あ、いいあ、まあですね、確かに。そうですね。あれは YouTuber でした。はい、はい、じゃあ続いてのお便りです。
ヌーネーム泉さんからいただきました。高塚さん、長塚さん、堀江さん、こんばんは。私のステイホーム中にしんどかったことは春服が着れなかったことです。仕事がテレワークになり、休日にお出かけすることもないので、クローゼットに新品のまま眠っている春服がたくさんあります。せめて気分だけでもと、一人おうちファッションショーを開催しては虚しくなる、そんなしんどいステイホーム期間でしたと、お便りいただきました。これはかわいそうだね。結構いる人を、これの何でしょう、この状況に合ってる人多そう。いや、それこそ声優とかもじゃない。だって俺さ、それこそこの春あたりにイベントとかで着る予定だった服、うん、もう眠ってもう日の目見ないままなんか埋もれてったもん。やっぱそうなんだ。確かに、ね、まあでも来年着ればいいんじゃない。いやでもさ、やっぱさ、ファッションってその年の流行とかやっぱあるからさ、まあ、ファッショニスタとしてはまあなんかちょっと、ね、本当のファッショニスタっていうのはやっぱり自分がトレンドだからいつ来たってその時がトレンドみたいな。ちょっとうまいこと言ってんだよな。いやでもまあでもそうだよな。そうだからね、うん、そう着てないのがあったらまた来年着ればいいと思うよ、うんうんうん、そうだね、そうですね、うん、そうそうそう、じゃあこんな感じかな、うん、まだいける、まだいけますかね。はい、じゃあラスト1通です。どうしよう、うん、結構触れちゃったの多いな。じゃあメンネームさおりさんからです。高塚さん、長塚さん、フリーさん、こんばんラーメン。このステイホーム期間中にやってよかったことは定番ですがお料理です。とにかく お酒好きなこともあって、ひたすらお酒に合うおつまみのレシピを検索し、作ったものを食べながら一人お酒を飲んで、皆さんがご出演なさっているアニメを見るのがまさに心癒される至福の時間となっています。全体でたくさんの手料理を公開している長塚さん、特に簡単で美味しかったおすすめのレシピがあれば教えていただけると嬉しいですと。簡単で美味しかった。やっぱりね、みんな長塚さんの料理には衝撃を受けてるんですよ。衝撃じゃないでしょ。でも長にゃんさ、お酒のお供みたいなのはあんまり作ってないよね。あー、まあサザエのつぼ焼きとかぐらいかな。あー、めっちゃいい。あ、でもサザエのつぼ焼き本当簡単だよ。なんだ、オーブントースターにサザエ入れて、なんか醤油垂らして15分待てばもう完成だから。マジ？まずサザエをどこで買えばいいのかもわからん。スーパーだよ、スーパー。スーパーにサザエ売ってんの？サザエ売ってる？たまに売ってる。毎日は売ってないけど、覗くとね、売ってる時がある。無理だよ、そんな日によってラインナップがあるの、動物の森でくらいしかね、無理なんですよ。売ってたらね、うん。あとはホタテとかはもうさ、焼いてさ、バター、醤油かければもう完成だからさ。うわ、うまそう。うん、うまそう、ね。めちゃくちゃうまそう。だから、それはおすすめかな。ホタテって何で焼くの？フライパン？フライパンで焼けるよ。マジ？うん、そう。あ、でもね、ちょっとね、貝柱とか切っとかないとパカって開かなかったりするから、そこがちょっとめんどくさい。あー、めんどくさい。あー、若干ね、うん、準備が必要なんだ。そうだね。いや、もう準備必要な料理は無理。無理無理無理だ、無理だもん。無理だ。あー、じゃあカップラーメン。カップラーメンはもう結局ラーメンしか勝たん。ラーメンが勝ちだよ。ということで、お便りは以上ですかね。たくさんのお便りありがとうございました。以上、メールコーナーでした。はい、ということ、うん、で、あっという間にね、うん、番組前半のエンディングの時間となってしまいました。嘘やろ。ほんまに秒じゃん。雑談をしただけです、うん、はい。次回の放送ですが、まずはおまけ放送、うん、ラーメン男子25杯目もう一杯は、うん、6月中の配信となります。はい、今回からなんと、うん、ステイホーム企画一人動画ラジオをやります。です動画ラジオ、はい、ということで、ね、こちら第1回目の当番が、うん、堀江俊くんです、はあ、無理です。ここで来た。ここで来た。いやもうだ全然ダメやマジで。教官から言われた、言われ教官じゃない人から言われても無理なんかです。そんなのやれ。無理です。やれ。私がやると言ったらやるんだ。どうして、はい、僕は一人じゃ何もできない。無理がです。僕の両隣にはあなたたちがいないとダメなんだ。お断りしてっから。はい、ということでお願いしますよ。堀江俊一等兵、はいよ。そして本放送ラーメン男子26杯目ですが、こちらも6月中の配信となっております、うん、はい。
ラーメン男子の詳しい情報は各番組ツイッターでお知らせいたしますので、お楽しみに。はい、番組ではメールを募集しています。メールアドレスはラーメンアットマーク青春 .jp です。放送画面の上にアドレスが表示されていますので、そちらでご確認お願いいたします。この後ラーメン男子の会員限定放送替え玉です。会費は1ヶ月税込み550円です。よろしくお願いします。番組後半ではラーメン企画、僕たちがお気に入りのカップ麺を紹介して食べます。見ている皆さんもぜひカップ麺を用意していただいて、一緒に乾杯しましょう。それでは山さんにも聞こえてきた。それでは会員限定放送替え玉でお会いしましょう。なんか BS とかでやってる、なんか特番のなんかヨーロッパのなんか気候番組とかでよく聞くタイプのナレーションだ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。